貢献とは、貢献の古典的表現であるが、平安時代、特に摂関政治の時代においては重要な政治的な意味合いを有した。そのため本校では主に摂関政治における貢献について扱う。貢献とは、平安時代史時点によれば、補佐すること、または補佐する人と定義され、源氏物語時点では、背後にいて人を助け世話をなすこと、またその人。 と定義されている。源氏物語のキリツボの巻では、光君の父であるキリツボミカドは、外祖父であるダイナゴンも母親のキリツボ行為を失って、貢献のいない光君を行為につけるのは難しいため、親戚降下させて、朝廷の貢献をさせる側にすることを決める場面が登場する。ただし、よく読むと、ご貢献すべき人もなく、また、 世の受け引くまじきことなりければ、とあり、外籍に変わりうる世の支援を受けられなかったことが、要因とされている。反対に、榊の巻では父である、桐壺帝の医師で、光源氏が、イボ兄である、須ザ帝の貢献となるが、須ザ帝から見れば源氏は弟であっても、外籍ではなく、しかも自身の外籍である右大臣とは対立する、左大臣の婿であった。つまり、 外赤が石関などの養殖について、貢献の役目を果たすという単純な図式では動いていないことになる。一方、須作帝の父である、霧壷帝は退位後も、須作帝を、父員として補佐して、国政の実権を握り、次の皇太子を自ら定めたが、決して貢献になることはなかった。吉川真治は天皇における、貢献は単純な世は、 後ろ盾のみならず、直接的かつ日常的な奉仕を意味しており、それを果たすためには、代理内に居住する必要があったが、この時代に代理に参大できるのは、皇は天皇の母妃と妻皇に限定されていたとし、一方父親の大長天皇は御院に退くことになっていたため、貢献になることはできなかったとする。幼い天皇が母妃によって貢献されることは、 儀式における天皇と母妃の同古士などの形となって表に現れ、さらに母皇による天皇の政治意思形成や政治的行為への助言を許すことになった。ただし、公式な政務における貢献は母皇では不可能であり、その役割を期待されたのが外籍であったと考えられている。 天皇と母妃が一緒に住む慣例は、文徳天皇から始まり、次の世は天皇の時代には、母の藤原明子のみならず、その父親である藤原義房も代理に、自家炉が与えられた。もっとも義房は、大城大臣あるいは摂政としての職造司を政務の場としていたが、代理外とはいえ、ここも代理の東隣にあり、かつもともと中宮の職の長者で、 記載の御所としても用いられるなど、代理と密接な施設であったことから、政務の貢献を行う場所としては、ふさわしい場所であった。以降、もしくは、植造市その北にある、警報房が、摂政関白の執務場所となった。ただし、藤原よりただのような外籍ではない関白でも、植造市にて政務を行い、また藤原時平のように、 摂政官白ではない政権主犯が外籍と立場から職造史にて政務を行った事例があり、摂政官白が外籍として代理に自家老を与えられた場合でも通常は、政務の貢献は代理に隣接した空間で取り行われて、大上官の一員としての立場と外籍としての立場の分離が図られていた。ところが、藤原兼家以降の摂政は、 自分の娘もしくは妹である記載のいる電車に自家炉を設置して政務を行うようになり、形の上では摂官と天皇が同居する体裁が整えられることになった。喧嘩は大臣を兼務せずに摂政官白の職にあった最初の人物であり、ここにおいて摂政官白と大上官は完全に分離されて摂官はこうと同じ立場から日常、 政務の両面にわたって貢献することになったのである。吉川の見解は、石関政治を理解する上で重要な考え方として、その後の平安時代史の研究に反映されることになるが、研究の進展に伴って多少の修正が行われている。倉本和弘は、東宮や河野擁立に関しても、貢献の有無が重要視される一方、 有力な外籍がなくても実力者が貢献につくことで、補える性質のものであったことを指摘し、実例として一条天皇の第一王子であった、厚安新皇の事例を検討し、誕生時に外籍としては当園である新皇の王,王子、藤原道長が貢献を務めたが、道長の娘明子が、第二王子の厚平新皇が生まれると、道長の貢献を失って、 こういう継承から排除されたことを指摘しているとともに、映画物語においては、道長の貢献の事実を隠して厚平親王率、大使の正当性の演出を行っていることを指摘している。同じように三条天皇の遺構で律大使された厚明親王も、七位も外祖父、藤原成時もすでに亡くなって、十分な貢献を得られない中で、道長の圧迫に耐えきれずに皇太子を辞退した。 また、生児綾子は、皇の場合は夫である天皇あるいは、大乗天皇が健在である以上はその妻としての立場が優先され、子であるみこもしくは、天皇の皇権は困難であったとし、皇の母親が代理に出入りして、皇権を助けたと指摘し、それ以前の問題として皇が受代する際に、その手助けをするためにその母親が助与を受けていた、事実も合わせて指摘して、皇権は、 皇のみでも、石関などの男性外籍のみでも成立せず、皇の母親も公及び、所生の天皇もしくは、御子を貢献する重要な存在であったとしている。貢献と恩読みするようになったのは、鎌倉時代以降のことである、偶児書、後ろ見。AB 課の重毛み、貢献、平安時代、時北山慶太、源氏物語時典平凡社。 1957年、貢献項目倉本、2000年、P255 から260吉川、1998年、P408 から409吉川、1998年、P409 吉川、1998年、P409 から410吉川、1998年、P410 から411吉川、1998年、 p 4 0 5点4 1 1から412倉元、2000年、P258 から260倉元、2000年、P264 から268倉元、2000年、P269 から279生児、2017年、P81 から91生児、2017年、P74 から81生児、2017年、 P95 から96ありがとうございます。